国士館中学校、高等学校は、東京都世田谷区若林4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する男女共学の私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、第一学年から混合して、 クラスを編成する併設型中高一貫校1917年11月、柴田徳次郎が私塾として創立した。高校では普通科を設置している。進学は、系列の国士舘大学だけでなく、他大学への進学も、各家庭とも増加傾向である。体育教育に長けている学校であり、都大会や全国大会でも優秀な成績を多く収めている。 国士館の設立を協議する、有志前列左から遠山光、野田宇太郎、渋沢栄一、徳富祖宝、後列左から花田半助、渡辺海局、柴田徳次郎柴田徳次郎男子柔道部が獲得した全国タイトルは、全国高校最多の計33回を誇る。選手権、出場1回選抜、出場10回甲子園の戦績通算勝利数1勝。 通算敗戦数1敗通算勝利数9勝通算敗戦数9敗明治神宮大会優勝1回全国高等学校サッカー選手権大会出場4回国士館中学校創設に向けて維持委員会は中学校創設基本金募集応募描きをまとめこれに基づく募金活動が全国で行われた大正11年6月には三井や岩崎や日本銀行 松方孝二郎、渋沢栄一、浅野総一郎、服部金太郎、麻生太吉などから毎年の資金援助が約束されていた。維持委員会の会場は渋沢栄一邸、高順社、丸の内銀行クラブなどの社交場にて開催され、各会の名刺によって国士館の整備拡張と資金援助が構想された。ありがとうございます。